はい、皆さんこんにちは。なんと今日から、写真をご紹介するという企画が始まりました。始まりましたはいということで、今日は、私の、友人がですね撮影した写真で、いろいろねまあいろいろいらっしゃるんですよ。ミサさん見てくださいとか、もう私なんかのあれで本当ね評価とか全然あれなんですけども、ちょっと綺麗な写真でご紹介したいなと思う写真を、写します。はい、どうぞ。バーンみたいなね、今出てると思うんですけども、この写真ねすごくいいなって思ったんですよ。で何かねふとまあ友人にはそういろいろ聞いてないんですけど、後処理とかかけてるのかなって、まあもちろんかけてるとは思うんですけれども、すごくまず印象的なのはブルーが強い写真だなと思って、全体的に青のイメージがないです、この写真って。でなんかそれってすごく深い青から薄い青までね、空の青から海の青、そしてこの船のこの横の部分ですか、木のね、あそこも私はブルーに見えるわけです、すごく紺色のね。だからブルーの階調をすごく使った豊かなイメージを受けたんですよ。そしてねよく皆さんね水平を取らなければいけないっていうじゃないですか、水平線ね。この写真水平線がねじれてますよね。でもそれすらアートに見せているような気がするんですね。まあこれご本人のバランス力だと思うんですけれども、まるでこう向こうにいる小さな船が上に向かって進んでいるような、何かこう水平に撮らなければならないを超えた想像力、アート的なもの、そしてこの1枚の写真に込められた前に進んでいくぞっていうか強い思いみたいな、上り調子の思いみたいなのをすごく感じて、皆さんだったらどう見られるかなとね、 YouTube をご覧の皆さんだったらどういう評価されるかなと思ってご紹介してみました。はい、まあ、こんな感じでちょっとやっていきますので、よろしかったら皆さんも私のところにですね、写真を送っていただいて、こんな思いで撮ったんですけども、ミサさんの感想ないですかとか言っていただけると、まあ全員は無理かもしれないですけれども、少しずつ YouTube でご紹介させていただけたらなと思ってます。はい、今日は最後まで見ていただいてありがとうございました。